ああ、お金がやばい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 。また貨物船、ちょっと貨物船大丈夫かな。貨物船来てくんない。あ、来た、貨物船来た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 。早くしてくれ、早く来てくれ。終わる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 。ちょ、頼む、マジで頼む。あ、400しかない。終わるじゃない、大丈夫これ。終わない。あ、よかった。あ、すげえ、7000になって、めっちゃ笑った。やった、嬉しい。俺はたまりまへんな。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。なんとかギリギリ脱した物資と価格だって。へー、あ、何が高いかってこと。武器高っ。武器、船、葉巻、ラム酒高いね。金より高いじゃん、ラム酒。すごっ。川もそこそこだね。あ、でもこれ加工した川か。生川は生川は生川どこ。うわ、一番安い。マジか。あ、やった、お金1万。あ、数字区国が4500。ありがとう。お母さん仕送りありがとう。ありがとう。なんとか頑張って生きていけるよ。さあ、ちょっと支持率が低いのが困るな、これ。あ、タスクなんか1個。サーカスを持つ。あ、楽しみの幸福度が低いと。サーカス、いや、酒場でいいんじゃない。いきなりサーカスって、いろいろ飛び越してないかい、それ。酒場が1200、サーカス、あ、設計図と合わせると6000だって。ダメダメダメ。酒場だね。酒場作っておこうか。低いの、幸福度。こっちはそうでもないんだな。こっちが低いんだな。ってことかこれ。ん？あ、めっちゃ低いわ。ほら。酒場が来るとめっちゃ高くなる。あ、でもこっちも低いわ。酒場でこう、こんぐらい高くなりますよーみたいなのはあるんだけど。え、ちょっと待って、わかんない。環境グリッドで見ようか。範囲、あ、真っ赤だわ。何の楽しみもないわ。これはちょっとよろしくないね。わかったわかった。酒で全て忘れなさい。うん。酒があればね、大丈夫、人間生きていける。悩みとかね、痛みとか全て取り除いてくれるよ。1個作る？ 1 個でいいかな。こっちも作る？こっちの島にも。ね、ここにも住んでる人はいるから、1つ作っとこうか。サーカスは高いからな。酒場をちょっとここの、住宅街、これからどこに作るかっていうと、こっち側に作るから、こっち側にこう、入り口、微妙にちょっと入り口とか気になるな。あ、どっちも入り口あるじゃん。ね、いいや。はい。よし。あとは、データで、ホームレス4人まで減ったね。やった、よかった。走行不動、楽しみがめちゃめちゃ低いそうなんだよね。あ、めちゃめちゃ下がってんじゃん、全部。医療、あ、礼拝堂とか教会がない。あ、労働政策の研究が終わった。ちょっと見てみましょうか。まずちょっと次の、囚人受刑者が作る。これお金もらえるからね。移民流入率 50% 上昇。あ、いいんじゃない？犯罪者になる可能性 300% 上昇。あ、いいんじゃない？これじゃあ研究しましょう。で、労働、待って待って。労働政策、憲法か。じゃあ今は変えれねえのか、よく考えたらこれ。労働政策、そうだね。今はまだ変えれませんので、ちょっとまあ後から見ましょうか。はい。で、データに戻る。幸福度が低いんだよね。楽しみは今、酒場作ったから酒で全て忘れてもらおう。で、あとは、信仰と医療か。これが低いんだな。ってなると、お金がないんだけどね。信仰医療っていうと、礼拝堂か教会。教会はまず設計図が高いから、礼拝堂からだな。これ医療と信仰両方上がるよね、多分ね。住宅のそばが当然いいだろうね。やっぱ酒場の隣かな。うん。モンスター信者に疲れ果てたシスターとかが酒を浴びるように飲むんですよ。はい。よし。あ、お金がない。やば。さあ、お金やばいって。あ、でも大丈夫。ほら、来た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 。貨物船が来てくれた。さあ、お金。あ、交易ルート完了したぞ。マジか。早いな。あ、貨物船9000だった。すげえ。やったー。じゃあ次の交易ルートオファー参りましょうかね。あ、金の輸出もあるぞ。連合国か。え、行きますよ。これやるよ、やるよ。当然やるよ。あー、でもこれ署名すると、枢軸国の関係がちょっと悪くなんだね。まあいいでしょう。この流れは連合国に着く流れかな。オッケー。よし。お、来た。ありがとう、プレジデンテ。大いに感謝するよ。全く戦争があると楽しいことばかりで大忙しだ。そうだろう。言うね、マルボロ。さあ、選べるぞ。何にしようかな。2000プラス、いやー。10の移民か、設計図。設計図ちょっともらいたいな。移民増えるとさ、その分また家を作んなきゃいけない。
あ、家作るのもいいけどな。移民もらおうか。10の移民。そうだね。よし。で、家を作ろう。多分今足りてないよね。ホームレスはいなくなったか。ホームレスいなくなったけども。あ、大丈夫か。空き部屋21あるからいらないね。あ、いいじゃん、いいじゃん。来てよ、来てよ。さあ、世界大戦時代になったので、一応橋も架けれるはずなんだよね。違ったっけ？こういけるんだよね、多分ね。あ、いけない。始められませんって言われてる。橋の建設を始められません。もっとこっちから完成しない橋。あ、でもいけるよね、橋。このギリギリ届かない、これ何なのこれ。橋になってるけど、ギリギリ届かない。よくわかんないね。そうか。伐採キャンプを作って丸太はじゃんじゃん生産できるようになったけれども、それだけよりももう一手間かけた方がよりお高く輸出できる、それが製材所ですね。ちょっと道をつなげたいね、ここね。こんな感じでこうはいけるか。ああ、こうはいきますね。はい、こういって、ここはうまくつながんない。うわ、すごいことなってるこれ。はい、よし。あ、やばい、お金めっちゃないぞ。あれ、嘘、なんで、え、やば、あれやばくないこれ。あれ、いつまでなんでこんななくなったんだっけ。製材所がもしかして高かった。全然見てなかった。あ、5600もする。あ、やば。終わるかも。あ、でもまた来た。貨物船。やった毎回ギリギリすぎる。マルタとラム酒があるね。早く来てくれー。ちょっと囚人流刑地か。移民輸入率が上がるんで。で、お金もらえるから。犯罪者になるかもしれないけど、いいよ。オッケーだ。よし、ここを発しました。あ、やった、7000。あ、これは連合国からの支援だった支援されて生きてるな。研究をまたしましょう。これは憲法系だもんね。宗教と国家、これはまあ後からでいいでしょう。建築許可、早期選挙、ん、識字教育、今欲しいのなんだろうな。戒厳令、あ、英語だ。確か戒厳令はね、あれなんだよね、あの10年に1回の選挙をさせないっていう無理やり選挙をキャンセルするっていうね、強引な。これやばいんだよね、確かやるとすげえ支持率とか下がるはず。意見聴取、支持率が最低になっている派閥3つからそれぞれ1つずつ要求を引き出す。布告は一度発令すると12ヶ月発令できない。あ、これいいんじゃね。派閥の好感度が上がるでしょ、関係性が。これやろう、意見聴取。はい、よし、いいぞ。バス伐採キャンプ、苗木の育苗。おお、1500で苗木の成長時間が半分になる。やろう。で、これ予算上げちゃおうかね。そしたらじゃんじゃん伐採するんじゃないのね。育苗もアップグレードかけたし、産出量増えるでしょ。あ、いいじゃん、いいじゃん、やろうやろう。あ、医療も上がったけどもまだ低いな。そうか、礼拝堂が、まあ、ここに1個あるのはいいんだけれども、医療保険、進行範囲、ここはあるけれども、こっちが真っ赤だもんね。ここのケアをしなきゃいけない。島を分けるとこういうのがあるからな。まあ、立てときましょうかね。礼拝堂1700だったらいいでしょう。ちょっと一つ、ここら辺に立てときましょうか。はい。おーっと、なんだ、連合国の要求だ。輸入。いや、だからお金がないっつってんでしょお金がないから輸入できないです。ちょっと置いとくわ。ああ、178日、忘れてくんねえかなさあ、そろそろちょっと船来てもらわないとまずいんだけどな。貨物船、貨物船どこ。あ、そうだ、思い出した。この港の予算を上げると、貨物船が確か、そう、運航数が増えるんですよ。こうしとこう。あ、やった、支援だ、やったー、ありがとう、連合国。あー、でも、要求タイムアウトした。ごめんね、連合国。さあ、ここは、礼拝堂、人がいないのか。外国人労働者雇ってもいいけどもね。人が全然いないのは、これはなんでなんだっけ？あれか。なんだっけ、幸福度がさ、あ、そう、カリブの幸福度か。これがあれなんだよね。トロピコのこの国以外の周りの国の幸福度で、これが自分たちの国の36より上だったら人が出てっちゃうんだけど、あ、でも今うちの方が高いね。あ、じゃあいいんじゃない。医療が低いな。医療低いな、そうか。まだ人がいないからか。いや、じゃあしゃあねえな。外国人労働者雇おうか。
はい。あ、来た来た来た。ラファエル・サンズ。これもあれだな。市民視点で歩くモードとか欲しいところだね。おー、すごい。軍用トラック。違うか。貨物トラックかな、これ。入ってったね。おー、家が建ってますね。宿泊小屋。そしてこれは？これも宿泊小屋か。お、すごいなんか、農園みたいのがあるね。ちっちゃいの。家庭農園かな。そして牛です。あ、いいね。この迷路やりてえな。おー、噴水いいですね。きれいきれい。おっしゃ。おー、プラス1万。素晴らしい。人も乗ってきたってことか、これ。15って。そういうことはね、15に乗ってきたってことだ。じゃあちょっと調子乗って税関作るか。ね、ずーっとこいつ待たせてっから、フランチェスカ。これは何なんだ、税関って。おお、なんだ、枢軸国の要求。出たよ出たよ。輸出ルートを開けって。まあいいんじゃない、これは別にね。あの、両方尻尾振っとけばいいんじゃないの。最終的に裏切るけど、どっちかを。じゃあ枢軸国パートナー順にして、コーヒー、タバコ、マルタ、石油、ワタ。まあ、マルタかなね、マルタ、あ、待って。あ、今、金やってるのか。ちょっとライセンス1個買いましょう。ね、金増えたから。で、マルタを輸出する。OK! よし。で、税関ってどれですか？政府と財政かな？あった！税関。ちょっと待って。やば。設計図だけで4500もする。まあいいや、ちょっと設計図だけ買おうか。うわー、痛いな。痛いな。でも輸出価格上昇だからな。これは嬉しい効果ではある、確かに。最初のうちに建てれば建てるほど得する気がする。いけーなー。大丈夫だ。また連合国が支援してくれるはずだ。なんか他の建てるか。例えば、タバコとかいいって聞いたけど、タバコ。葉巻か。葉巻を作るとすごく儲かるんですぜーってなんか、ネットの情報に書いてあったよ。はい！よし。いいでしょう。これはなんか二次加工みたいなのできるのかな？タバコ。あ、葉巻工場あった。フィーヤー高ーい。設計図6750。まだ無理ですね。とりあえずはタバコだな。ね、タバコを輸出して、お金潤ってきたら葉巻にしようか。あ、意見聴取完了です。嬉しい。意見聴取できましたね。じゃあ次は、診療所。これは世界大戦でもできるのね、診療所。へぇー、ワークモード。ちょっと、一応念のために戒厳令、覚えとこうか。戒厳令を覚えて、あ、でも待って、違うわ。先に、宗教、こっちだ。あ、間違えた。で、これキャンセルしたい。キャンセル。宗教と国家にしよう。あと、3年後に、選挙があるから、それまでの間、その時に憲法を変えれるからね、宗教と国家、これを変えれるようにしましょう。間に合うかな？つうか、やばいんだよね。支持率低いんですよね。あと3年しかないんだけど、ちょっと待って。これちょっとやばくねえか、これ大丈夫かな？幸福度を上げてあげないとまずいんじゃないだろうかって気がすごくしてきた。医療な、医療。医療保険ないな。あれ？医療の質。え、これ低いってことだよね。医療の質。あ、医療ない？もしかして。あれ、礼拝堂ってもう、植民地時代しか治療してくんないのかな？だとしたら、診療所を建てなきゃいけない？もしかしたら。あ、お金がないですけど大丈夫かな？僕、これ。ちょっと待とうか？ちょっと待とうか？次の貨物船はいつ？あ、来た来た来た。あ、ん？これか。来ましたね。心待ちにしております。あ、やった！枢軸国もお金くれた！ありがてー！あ、貨物船1200だって。まあ、いや、ちょっとね、お小遣いもらったから、診療所まず1500で設計図解除した上で、診療所を作りましょう。まずは本島メインのこの島ですね。こんな感じでね。よっ。よし。これもあれだな、建築ワークモード、あの、建設事務所だっけ？建築事務所。建設業者。建設業者のワークモードも安全無視じゃなくてもいいかもしんないね。人がどんどん死んじゃうから、これの先の杖にしましょう。そんなにもう建てるもんないしな。おーし、できた。診療所、国の認定医師。やぶ医者。
新行場研究するとこれが選べるんだ。ヤブ医者。あーなるほどね。おーなんだ、はあ、来た。市民が選挙を要求しています。自分たちが支配される体制を自分たちで選びたいと。なんて身勝手な。プレジデンテ、市民が選挙を要求しています。もちろん以前やったのを覚えていますが、またやりたいというのです。なんて欲の深い連中だ。住民の望みを叶えるべきか、あなたが望むものを望むよう促すべきか。私はいつもあなたの望むものを望んでおりますし、それはあなたも同じでしょう。ならば彼らもあなたの望むものを望むべきでは。望む望む、うるせえ。ペネルティーも望む。感動のスピーチを聞かせてやるぞ。投票を許可しますが、私は疲れ切っていて彼らと話すことができません。直訳してる。今は時期が悪い。ん？選挙できる人たちみんなのパーソナルエクスペリエンス、個人経験が10下がる。これなんだろう、これ。これちょっとわかんないですね。いや、スピーチするよ、スピーチ俺。お、出た。選挙演説です。選挙演説のお時間です。誰にするか決めかねてる投票者を取り込む絶好のチャンスですぞ。ちなみにこれね、選挙へ出馬するの2人だけなの。俺と、ライバルの2人だけです。問題を認める派閥を称賛する、称賛する。あーでも大体みんな高いんだよな、派閥な。超大国を非難する。改善の公約。問題認めましょうか。医療に関する候補とちょっと低いからね。演説を行いますよ。あれできない、あれなんで、あ、これそれぞれ選ばなきゃいけないのか。1個だけじゃないんだ、なるほど。じゃあ認識はまず医療に関する幸福度は低いよね。うん、ごめんっていう。で、称賛するのは、低いのを称賛すればいいと言ってもな、共産主義は微妙に高いだけで、まあ、宗教、待って、宗教がいいのかな。データ、あ、データ見れないの、ここ。あ、見れないのね、これね。人数が多いのがいいんだけど、確か宗教多かったよね、宗教。連合国、非難はしません、私。はい。で、公約。公約。じゃあ医療に関する幸福度を上げる公約を。しようか。お金ないけどね。公約って大体あれでしょ、お金かかるやつでしょ。いや、でもちょっとやっとこう。38微妙なとこだもんね。これ50より増えれば、多くなれば、勝てるんだけどな。行こう。これで。はい。演説を行います。私。多分ここでやるんでしょ、演説。まだか。まだしないのかな。おー、人口が125人、4人。いいですね。めちゃめちゃ増えてる。ただちょっとお金がない。お金がない。こっちも港作るといないかもしんないね。この島にもね。ここで取れた金とかラム酒とかは一旦トラック港から本島に運んで港から輸出してるから、本当はできればね、港を作れば9600高えな、おい。これがいいんだろうなって思うんだけどな。おお、なんだなんだ。あ、始まった始まった始まった。プレジデンテ。おー、やってるやってるやってる。おー、すげえ。人集まってる？誰もいねえじゃん。おー、いいね、いいね。出た、出た。この人、この人。病に苦しむ皆の声はプレジデンテに届いている。医者が足りず、何の病気かさえわからない者がいるという声を聞いた。だがもう安心だ。まもなく病気の名前は全てわかるのだから。本当かよ。あ、ちょっとね、ちなみにヒゲ生やしました。日々努力していれば、神がこの美しい島をお見捨てになるはずがない。それを保証してくれる敬虔な友人たちに感謝しなくては。現世でも、来世でも。これが宗教信奉者を持ち上げてる演説かな。あ、手を挙げた。いやー、いやー、この国の医療について話したい。みんなもっと医者をと言うだろう。だが増やすだけではダメだ。必要なのは安い賃金で長時間働いてくれる優秀な医者だ。言いたいこと言ってるなー。私は真のトロピコ人、できない約束はしない。プレジデントを選ぶということは、それはつまり私を選ぶということだ。やばくね？ 36% だけど、めちゃめちゃ低いぞ。大丈夫か？お、すげえすげえ。めっちゃ、あ、全然、うわーっていうボリュームに全然足りてません。あれ、終わっちゃったぞ。あ、出てきた出てきた。え、終わりでいいの君も。お、これおしまい？え？乗るしかない、このピックウェーブの人に似てるな。あ、でもめっちゃ上がってる。え、82だって。めちゃめちゃ上がってるぞ。演説効果すご。みんなビッグウェーブ乗ったな。すご。余裕じゃん。余裕勝ちじゃん。え、1923年じゃなかった？それまで支持率持つかな？大丈夫かな？
あとこの時代って自家用車とかって持てるのか、普通に自家用車走ってたっけ。自家用車走ってませんね。みんな徒歩で移動しますね。なんかバスとか、あ、バス車庫。おお、2つのバス停を伴う。バスは2つのバス停間で乗客を輸送する。これちょっといいな。ちょっと税関9000で高いからバスをちょっと作ろうかな。バス車庫、はい、安いしね。1500、でかい、でかいですね。バス車庫、車庫だからちょっとこの辺り港のそばとかに置いておきましょうか。これね、はい、作ってくれ。はい、バス車庫ができました。こんな感じでトランスポルテって書いてある。でバスの支点を設置します。バス停ですね。あ、バス停をちゃんと作る、こうやって作るんだね。なるほど。まあ住宅街と港を行き来するのがいいんじゃないかなと思うんだよね。まあ、ちょっとこの辺りにこう作りたいな。ここら辺。ね。ここに1個作りましょう。はい。で、終点。終点は、まあここかな？船かな？こっから向こうの島のね、に働きに出てる人もいるかもしれないから、ちょっと港前、作りましょう。あ、これバスかな？お、バスだ、バス、バス。いいねー。バス見たい。あー、いいですね、バス。あ、牛！あれ？牛！牛？どうしたの？この牛。え？あ、引かれるよ。え？野良牛？めっちゃ脱走してるよね、これね。野良牛かな？あー、いいですね。ちょっと可愛いね、このバスね。うん。前輪が活かすね。はい、誰も乗ってないけれども、港前、あ、1人いた、やった、乗る、あ、乗った、おー、いいじゃん。お、なんだ、選挙不正捜査、トロピコの市民たちは必ずあなたに投票すると信じております、私はあなたに投票します、何票でも入れますよ、それはもう不正だろう。ですが、住民は間違いなく正しい方に投票できるでしょうか。選挙の翌朝に過ちに気づき、後悔するような思いはさせたくありません。彼は自身のためにも手伝ってやるべきではありませんか。ああ、こっそり得票数を調整しておけ。いや、大丈夫でしょ、71あれば。あと4ヶ月だもんね。これが50以上だったら勝てるからね。いや、市民に自由に投票させる。今はな。よし。さあ、いよいよ、あと1月で選挙です。73% ある。まあ、大丈夫でしょう、これは。これはいけるはずだ。ミッションでもね、まだ選挙やってませんでしたからね。チュートリアルでも選挙ってやってなかった気がするな。初選挙。さあ、来ました。選挙に圧勝。地滑りです、プレジデンテ。労働者の数を減らす不良の事故のことではありません。地滑り的な大勝利です。もちろん結果が疑わしく思われたことなどありません。民衆はこの忠実なペヌルティーもと同じぐらいプレジデンテを愛しております。それで、実はプレゼントがあるのです。お、マジか。あなたの勇気、献身、選挙の強さを称える武勇勲章です。チョコレートですから日の当たる場所ではお気をつけください。結果116人の忠実なトロピコ民があなたに投票、13人がライバルに投票。よし、13人死刑な。終わったー。よし、来ました、来ましたよ。さあ、投票権はまあ公開投票でいいでしょう。軍隊も民兵でまだいいでしょう。全然教育できてないもんね。宗教、あ、これ間に合わなかったのか、宗教。残念、研究中だね。労働政策、さあこれが新しく設定できるようになりましたね。生涯現役、これが一番働くのが長いのか。幸せな子供自体、これデフォルト、なるほどね。18歳未満は働いちゃいけないと。うん。で、早期退職は逆に定年を5年早めると。生涯現役は14歳から義務付ける。退職できない。平均余命5年低下する。仕事の質が2低下する。移民流入率が 10% 低下する。はあ、なるほど。生涯現役だ。これはもう、ね。働くために生きろ。ゴー1933年1月、また10年後お会いしましょう。よし、ということで、なんとか無事にね、10年、1回目の大統領選挙をね、なんとか、無事に当選して続けることができるようになりましたね。今のところギリギリだね。なんとかギリギリやっていけてる状況だね。資金的にはね。もうちょっとなんか輸出できるものを作ってもいいかもなっていう気がしてる。
はい、次回ちょっとそのあたりねやっていきましょう。あと税関作ろうね。はい、ということで、よければチャンネル登録、また面白かったら動画の高評価していただけると嬉しいです。またツイッターもやってますので、動画概要欄からアクセスしてフォローの方もお待ちしております。はい、ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。